でそういったことというのは今日工房を見て、職人さんたちの作業の正確さであったりとか綿密さであったりとか見てると、まあその時計になった時点でもうその持ち主が一生見ることのできない部分までさ、丁寧な仕事をして、おられるのを見た時に、あ、なんかすごく似通ったところがあるなと。でもそういうものがじゃあ実際お客様に目にすることがないからといってあまり意味がないのかと思ったらそうではなくて、人がそのものに傾ける思いであったりっていうものは何らか伝わっていくものがあると思うんですよね。それを重ねていくことによって作り上げられていくものだと思っています。きっと今日帰り道なんかいろいろ考えてたらそれが自分の料理、ああいうチャレンジをしてみようとかこういうものを今度作ってみようとかっていうのにきっとつながってくるんだろうなと思います。